爆音で走行する旧車会と呼ばれるバイク集団が問題となっている茨城県大洗町で、先週警察による一斉取り締まりが行われました。夜の静寂を切り裂く爆音で走るのは旧車会と呼ばれるバイク集団です。爆音を響かせる集団に警察が一斉の取り締まりを行っています。午後9時半ごろ、大洗町では警察官およそ40人が旧車会の取り締まりを実施しました。メンバーの多くは若い頃に暴走族だった大人なので、旧型の改造バイクに乗って爆音を響かせて暴走することから、住民からの通報が相次ぎ問題となっています。いや、それはそうっす。俺らって家にいたらうるさいと思います。はい、じゃあ進みますよ。勝手に集まってくるんです。 SNS あんま使わないですから。今回の取り締まりでは、集まった14台すべてのバイクに違法な改造が見つかり、整備するよう命令が出されました。警察は今後も取り締まりを強化する方針です。ここからは記者解説です。先週、旧車会と呼ばれるバイク集団に対する一斉取り締まりが行われました。今日はこの旧車会について取材した社会部南波聡記者に解説してもらいます。南波さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。報道局社会部の南波と申します。はい、よろしくお願いします。そもそもこの旧車会、どんな団体なんでしょうか。逆にもういきなり逆質問で申し訳ないんですけれども、はいはい、本間さん、旧車会ご存知でしたか。いや、全くこの取り締まりのニュースを聞くまでは知りませんでした。ちょっと私も実は取材させていただくまで知らなかったところではあったんですけれども、うん、ちょっといきなりなんですが、今ニュースでも見ていただいたと思うんですけれども、ちょっと走ってる、旧車会が走ってるシーンの、VTR 見ていただいてもよろしいですか。お願いします。はい、なかなかのブン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 言ってますね。これ VTR だとなかなか分かりづらいんですけども、近くだと相当な音量でして、もう話し声も聞こえないような、音の大きさになってます。これをね、夜遅くにってなると、まあちょっと迷惑だなと思う方も多いでしょうね。そうですね、もう寝れない方もいらっしゃるみたいで、今ちょっと茨城全体で、まあ、少し問題になっているというところであります。うん、でちょっとそもそも旧車会のこう定義なんですけれども、基本的に旧車会というのは成人で構成されていて、今このテロップ見ていただいたら分かる通りなんですけれども、旧型の改造バイクに乗って暴走爆音などを、まあ、行う集団と言われています。でですね、古い車を愛する、この会っていう字がなんか難しい感じだなと思われる方も多いと思うんですけれども、まあ古い車を愛する、まあ方々で、こう、旧車会という、まあ普通の会が存在するんですけれども、まあそちらと、まあ差別化するために、旧字のこの難しい、まあ会という字を名付けたと、まあ言われています。うん、で、まあ暴走族風の風貌で、まあ旧式の改造バイクを乗って、まあ暴走するという。で、まあ、メンバーは、ある程度、まあ、元暴走族の方も結構多いんですけれども、うん、まあ、その方々が、まあ、年齢を重ねて、ある程度、金銭や時間のこう余裕ができた中で、改めて、こう、走り出すという、まあ、ケースが多いようです。となると、この旧車会に所属している人は、結構な人数がいるっていうことなんですね。そうですね。今、実は暴走族がですね、まあ、1970年、80年代が、まあ、ピークだったんですけれども、うん、まあ、その際に、まあ、全国で、まあ、1000を超えるグループと、まあ、4万人ほどいたと言われてるんですけれども、現在は、まあ、約10分の1の数まで、まあ、激減してまして、で、それに対しても、旧車会がほぼ、もう数で追いついたという形になっています。ほう、そうか。じゃあ旧社会と暴走族は別のグループとして、まあそれぞれ存在しているけれども、勢力としてはかなり似た感じになっているってことですね。
おっしゃる通りですね、うん、まあ、これがまあ世間ではあの免許保有率の減少であったり、まあ、日本全体の高齢化もまあ関わっているとも言われています、うん、ただやっぱりあの映像を見てる限りはこの旧社会と暴走族の違いがどこにあるのだろうかという気がするんですけど、どこが違うんでしょうか。おっしゃる通りですね。あのここでちょっと解説させていただきます、まあ、大きいものとして4点挙げさせていただいてます。まあ、1点目がまず年齢ですね。あの暴走族というのは基本的に18歳で卒業するところではあるんですけれども、旧社会は基本的に中高年のメンバーで構成されています。また法令への遵守意識、ルールへの遵守意識なんですけれども、旧社会は基本的にヘルメット等も被りますし、信号無視やスピード違反、交通違反等を行うことは基本的にありません。皆さん免許も持ってます。ただ暴走族は本間さんとかもイメージであると思いますけれども、基本的にはやはり信号無視であったりスピード違反であったり、無免許の方も多いというところで、そういった面でかなり大きな差はあります。また警察に対しても旧社会の方は決してこう反発したりすることはないので、私が取り締まりを取材させていただいた際も和やかな雰囲気ではありました。また走行時間ですね。こちらも暴走族は基本的に夜走って皆さんに迷惑かけるところではあると思うんですけれども、旧社会はもちろん夜も、先ほどの VTR は夜も走っていたんですけれども、普通にツーリングと一緒でお昼に走ることもかなり多いです。で、あともう一つ、やっぱり注目なのが、この人とのつながり方だ、人間関係だと思うんですけれども、やはり暴走族っていうのは昔からこう部活のように、厳しい上下関係と、ある程度大人数でメンバーがしっかり決まってたと思うんですけれども、旧社会は、規律や上下関係がなく、非常にこうサークル的な集まりで、いわゆるこう厳しい制約等がなくですね、もう LINE や電話で、ちょっと、集まろうかみたいな感じで、こう場当たり的に集合することが多いっていうのが特徴ではあります。もう固まったメンバーでこう部活のような上下関係のもとにこう毎回集まるっていうよりは、もうちょっとこう緩さがあって年齢層も高いし、だからもうちょっと自由な空気があるんですかね。そうですね。やっぱり皆さんのこう価値観も変わってきて、そういった旧社会の方を選ぶ人が増えているっていうところもあると思います。ただやっぱりこの詳しいこう違いみたいなものを分かってない人もねいるでしょうし、必ずしもこのルールを守ってるっていうところも、うまく守ってない人もいるかもしれないし、なんとも難しいとこですね。いや、おっしゃる通りで、旧社会は旧社会で暴走族と多分混同されたくないところではあるとは思うんですけれども、やはり旧社会の中の一部は実質ルール違反を行って、暴走族と似たような形の走行しているものもいますし、ちょっとそこのこう間の定義がこう曖昧になってきてるっていうのは実際あると思います。そして旧社会は基本的には法律を守って、法令遵守をしているってことですけれども、ただこの映像にあるときは一斉の取り締まりがあって、実際ちょっと改造車が見つかったということだったんですけど、この今回取り締まりすることになった経緯は何だったんでしょうか。私が取材下の水戸、茨城県の水戸ですね、周辺では以前からもう旧社会に関する近辺からのもう通報が相次いでまして、それに伴っていろんなところからこう情報が集まってきて、今回警察が一斉に取り締まりを行おうということで、そちらを取材したというところになります。やはり近隣の、住民の皆さんからの通報ということだと思うんですけれども、具体的にはどんな通報の内容だったんでしょうか。そうですね、具体的には何件かヒアリングさせていただいたので言いますと、暴走バイクが猛スピードで走行していて、危ないと、またバイクの音がうるさくて夜も眠れない、家の前を何度も往復していて爆音走行していて子供が怖がっている、道路がいっぱいに広がってノロノロ走行していて邪魔など、数多くの通報が、入っているということです。大きな音を立てて走るバイクっていうと、本来の車検を通ってて違反してない車体だったらそこまで大きくならないんじゃないかと私あまり詳しくないんですけどね思うんですけど、
まあ、やっぱり今回のものはそう改造してより音を大きくしていたなんてこともやっぱあったでしょうかね。おっしゃる通りで、ですね、私もそんなにバイクは詳しくないんですけれども、実際そのバイクを、まあ、改造するんですね。で改造した上でマフラーと呼ばれるいわゆる、エンジンから出た筒のところにあるんですけども、そちらがまあ消音機能を果たすんですけれども、音の鉄機能を果たすんですけれども、まあ、そこをやっぱり取ってしまう、そういったもので取ってしまうことで、まあ、音量、音がさらに大きく出る。で、まあ、そこがちょっと魅力で、まあ、旧車会は、まあ、皆さん、まあ、マフラーを基本的に外して、車検が通った後のバイクのマフラーを外して走っているっていう感じではありますね。マフラー外すこと自体も違反といえば違反。違反ですね。明確な整備不良にはなりますので、こちらは、違反点数であったり反則金の対象になります。今回取締りの中で他にはどんなものが見つかったんですか？ですね、2点、先ほどの整備不良ともう1点、まあ、問題があるのがこの共同危険行為というものになるんですけれども、もう VTR でも見ていただいている通り、まあ、2人以上の自動車とまたはこう、バイクで、まあ、並走して走ったりでしたり、並走して走ったりですね、まあ、共同して著しく道路の交通を妨げることは、まあ、道路交通法で禁止されてるんですね。なので、まあ、そこで、まあ、そこがこう取り締まられる対象ではあるかなというところですね。あとは、まあ、いろんな、ね、こうステッカーが貼ってあったりね、こう背もたれが高くしてるくらいだったデザインの範疇なのかなと思うんですけど、例えば他にも違反するものがあった改造車もあったんですか？まあそうですね。また他のもので言いますと、例えばまあよく、まあ俗車ではよくあることなんですけれども、まあナンバープレートをまあ警察に今読まれないために、まあナンバープレートを折ってしまったりとか、まあそういうところで、まあ登録番号表等表示義務違反っていうんですけれども、まあまあそこも罰則の対象になります。まあ、ただね、こうやって今回摘発というかね、こう取り締まりで注意されたということにはなりますけど、まあ、皆さんその場でね、はい直しますなんて言って直すのかなって思っちゃうんですけど。まあおっしゃる通りで、まあ最初のこういった、まあ、検査であったり、まあ、その後、整備の、直す命令を、受けるんですけれども、まあ、結局は、まあ、車両そのものは返還されますので、まあまあ、結局いたちごっこになってしまってるっていうのが現状ではあります。まあ、このね、旧車会は暴走族と違って法令遵守してるんだよというふうに言ってはいるものの、結局こういうことがあるとなんか同じなんじゃないの、その年齢層くらいかな、あと上下関係がないってことなのかな、そのくらいなんじゃないのって思ってしまうんですけど、ただ違うグループなんですよね。そうですね、まあ、一応本人たちがまあ暴走族と旧車会っていう形でまあ名乗り始めたところではあるんですけれども、まあ、見た目は同じなんですけれども、先ほどもご説明させていただいた通り、まあ、行為自体はやっぱり大きく異なるので、まあ、一般的にはまあ現状は区別されているっていうところではあります。警察は今でも暴走族の方も取り締まりはしてるんですか？まあ、それがですね、先ほどまあ減少しているというお話もさせていただいたと思うんですけれども、まあ、実際取材した茨城ではもう典型的な暴走族っていうのはもう最近見られないようで、まあ、もう暴走族をまあ対象とした取り締まりっていうのはもう最近行ってないそうです。まあ、数がね少ないならそれはそれでということなのかもしれませんけども、まあ、危険な行為をするっていう意味では暴走族の方も、まあ、いたらちょっと取り締まってほしいななんて気はしますけどね。おっしゃる通りですね。かつこう旧社会の方たちからすると、あそことは違うんだとかね、なんか自分たちもうちょっとこう大人で変なことはしないんだみたいな気持ちもあるのかもしれませんけども、旧社会の皆さんはどういう気持ちでこう活動というかねをしているっていうのを取材で分かりましたか？まあ、旧社会の方は本間さんがおっしゃる通りですね、まあ混同されたくないなっていうところはもう皆さんおっしゃっていて、私は一人28歳の旧社会の方からお話を伺い、聞くことができたんですけれども、まあまあそもそも28歳なので、もう暴走族という概念で育ってないと。で、まあ35歳以降ぐらいの方は、
暴走族、元暴走族で今旧社会みたいな方もいらっしゃるんですけども、うん、まあ、まあ20代の若手はまあ私もまだ30の、ね、前半なんですけれども、まあ、暴走族っていうそもそも概念の中でこう育った世代ではないので、もう、なんて言うんでしょう。暴走族とちょっとこう混同されるのはもう、ちょっと違うなっていうのはおっしゃっていて、なので、もう全然迷惑行為等も、もうする気はないというふうにおっしゃってます。まあ、ただここが一点あれなんですけれども、やっぱり集団で走って、その中で、まあ自分の愛する旧車の、まあ、エンジン音を、まあ最大までこう出すのが、やっぱり、まあ醍醐味なので、ちょっとそこは譲れないなっていう、話を聞きました。まあね、活動してる方にとってはね、こう、同じバイクを愛する仲間で一緒に走りたいって気持ちがあるんだと思うんですけど、ちょっとうるさいのはなって、多分近くにいる人は思うと思うんですよね。他にはどんなグループの話聞けました？そうですね。ちなみに私が取材させていただいたグループのちょっとお話なんですけれども、はい、このグループは月曜から夜更かしという称して皆さんで活動してまして、あら、で月曜が悪天候の場合は、水曜に、水曜どうでしょうという、まあもうまさに、有名な、はい、有名な、テレビの、まあ番組をもじった形で、まあ活動しているようで、で、まあ、どんな危険行為をしているのかみたいな話もあるんですけれども、まあみんな普通に、まあ、走行後は、まあ駐車場の大きい、まあ24時間営業のラーメン屋に行って、まあみんなで走行後にもうラーメンを食べて解散するっていうような話も聞けて、まあ、まあ、暴走族のような、まあ、怖いイメージの活動はしてないんですけれども、まあ、違反行為があるっていうことで、こう、勘違いされてしまうのかなっていうのは、感じました。コメントでも来てるんですけどね、実は、みんな意外とおとなしい人が多いんじゃないのとかね。ただ、やっぱり、他人に迷惑をかけるのは、本当の旧車好きじゃないよっていう声もありますし、まあね、このバイクを愛する人たちの気持ちはわかるけれども、難しいなっていうところですね。非常に難しい問題かなと思うんですけど、私も取材させていただいて、取材した時に、もう皆さん別に旧社会の方もそんなこう威圧的な方もいらっしゃらないですし、そこの違反行為、先ほどもお話しさせていただいた音と、まあ、共同で、まあ走るっていうその違反行為がなければ、まあ、皆から、まあ、もっとこう市民権を得れるものなのかなと思いました。やっぱりこう音が必須条件のような感じもあるんですけど、ただこう車体の、ね、こだわったところを互いに見せ合うとか、なんかそういうイベントみたいなもので気持ちをこうね、納得させるっていうか、そういうことはできないんですかね。いや、実はそのイベントもありまして、はい、まあ、日本各地では旧車会の方々が自分たちのその、まあ、旧型のバイク、改造した旧型のバイクを、見せ合う、イベントも各地で開催されています。はー、なので、その中でも例えばですけれども、今 VTR でもありますけれども、このタンクと、ヘッドライトの間にあるこのロケットカウルという呼ばれる、まあ、防風の役目を果たす、うん、まあ、この丸いものであったり、後ろの三段シートと呼ばれるこのソファーみたいなのがついてると思うんですけれども、うん、ああいったものを、まあ、つけて、まあ、みんなで見せ合うことで、まあ、非常に、まあ、そういった会も開かれていますね。ただね、それだけだったらいいんですけど、やっぱり音を鳴らしたいのかな。そうですね、音は譲れないというふうに聞いています。警察はこの先どういうふうに見ていくと思いますか？もう一度お願いします。すみません。警察はこの先どういうふうにこう対応していこうと考えてますかね。警察はですね、まあ、引き続き、まあ、違反は違反ですし、まあ、こういった、まあ、違反は重大事故につながる危険性もかなり高いので、引き続き茨城でも相談窓口が設置されてますので、まあ、違法走行や暴力行為等、
まあ、身の危険を感じた場合は、まあ、遠慮なく活用してほしいと言っています。まあね、今回茨城の取材でしたけども、おそらく全国的に同じようなグループが存在していて、こう悩んでる方もいるかもしれませんから、まあ、ちょっと難しいけれども地道に警察に取り締まりをお願いする、あとはやっぱり取り締まりをされた違法行為をね、法令違反をしてる人がいるんだったら、その声を聞いておとなしくしてほしいなって思っちゃいますけどね。そうですね、なんか思いっきりこう音が出せるような、なんかこうそういう場所みたいなのをね、作ったらどうでしょうね。確かにそれがあればウィンウィンですよね。ねえ、なんかまあちょっとレースのコースみたいになるのかもしれないですけど、なんかそういう場所が結構全国にもうポツポツあれば、みんながそこに集って思いっきりブン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 言わしてねっていう風にすれば、私有地だったら並走問題も問題ないかもしれませんしね。なんかそういう方法をね、なんかこうお金持ってるバイク好きがそういうの作るぜみたいなことになるといいなと思うんですけどね。まあただ人がいてこう注目されるっていう、まあ、そっか、体感もあると思うので、まあ、そこは難しいかもなとは思いますね。なるほど、まあ、ちょっとね、いろんな問題こう抱えながらも、なんかこう車を愛する人の気持ちがわからんでもないっていうね、すごい複雑なところではありましたけれども、はい、難波記者に話聞きました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマニュースキャスターの辻歩です。これを機にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。